あれは。ほら、青坊主。言うまでもないさ。行くぞ。あれは何をしているのかしら。それほど険悪な雰囲気ではなさそうですけど。ただの怠慢ってわけじゃなさそうだが。とにかく事情を聞こう。最愛ワジもバルドも来ているみたいだし。ちょっとちょっと、あなたたち何してるのよ。うん、まったく。連絡を受けて見に来てみればゾロゾロと。あなたたち旧市街のテスタメンツとサーベルバイパーね。喧嘩は終わり。とっとと解散しなさいよね。なんだてめえらは。遊撃士協会に所属する者です。あなたたちが喧嘩をしていると連絡を受けて仲裁に来ました。遊撃士だと。エステル・ブライトにヨシュア・ブライト。雑誌で何度か見かけたことがあるね。そりゃどうも。あなたたちが両チームのリーダーってところ。一応ね。僕はテスタメンツのワジ、こっちはバイパーのバルドさ。情報通りだね。見たところ喧嘩をしているわけじゃなさそうだけど。単なるお遊びさ。せっかくの記念祭だからね。どうせだったら普段と違うことをしようと思ってさ。それで勝ち抜き怠慢バトルをしようってことになったわけさ。勝ち抜き怠慢バトル。両チームから5人ずつ出して、1対象はワジとそちらのバッド。最終的に負けた側が勝った側の記念祭での飲食費を払う取り決めだ。なるほど、試合みたいなもんね。それなら別に構わないか。って違う違う、試合をするのはともかくこんなところでしちゃダメでしょ。ここは人通りも多いんだし、別の場所でやればいいじゃない。ふん、そんなのは俺らの勝手だ。しかしてめえ、遊撃士だかなんだか知らねえが、随分と偉そうな口を叩きやがるな。調子に乗ってんじゃねえのか。あのね、調子に乗ってるのはあなたたちでしょ。私は常識的なことを言ってるだけじゃない。この甘。どうやら少しばかり痛い目に遭いたいらしいな。そこの黒髪の野郎と一緒に哀いがってやってもいいんだぜ。よっしゃ、どうしよう。まあ周りの目もあるし、あまり大人げないことはしない方がいいと思うけどね。やっぱり。てめえら何ぶつくさ言ってや。このお肉抱きのバルド・バレス様が怖くねえのか。やめときなよバルド。そのお姉さん武術込みだったら多分君より強いわ。マジ？へえ、わかるんだ。なんとなくだけどね。そちらのお兄さんは実力的にはさらに上なのかな。まだまだ修行中の身だけどね。ヨシアの方が上っていうのは確かにそうなんだけど、決めつけられるとそれはそれでちょっと納得いかないわね。まあまあ、遊撃士の仕事は何も戦闘だけじゃないんだし。こんな小娘が俺より上だと。だったら証明してみせろや。エステル。大丈夫、任せて。せい。ほら、言わんこっちゃない。さんが なんだあの女。すごい、俺は遊撃士。大丈夫。悪かった、侮ってたみてえだな。だがよ、さすがに舐めすぎなんじゃねえ。エステル。やれやれ、君たちもちょっと
調子に乗りすぎじゃない？ああ、そうみたいだね。だからといって謝るのも筋が違うとは思うけど。わかるぜ。でね、そういったやつを叩きのめすのが俺は何よりも楽しみでな。とと抜けや。ああ、ちょっとヨッシュ、あたしは大丈夫だから、あんまり本気にならないでよ。待った。あれ、ロイド君たち。話は聞かせてもらったよ、双方とも。まずは落ち着いてくれ。落ち着いてられるかよ、遊撃士。いいじゃねえか、噂には聞いてたが、まさかここまでゾクゾクさせてくれるとはな。だから落ち着いてくれって言ってるだろ。そもそもここは公共の場所だ。タイマン勝負にしても筋を通すにしても他の場所でやってくれ。そうは言ってもね、ここまで盛り上がった以上、はい解散ってのもあれじゃない？マジ？バルドは頭に血が上ってるし、お姉さんたちもお仕事で来ている。お互い勝負するくらいしか筋は通せないんじゃないかな。その通りだぜ。私もなんだかちょっと腹が立ってきたわね。そっちがその気なら決着をつけてもいいんですけど。上等だ。ああもう、よしよ、君もなんとか言ってくれよ。ごめん、僕もちょっと引けないかな。それじゃあ僕はバルドに加勢しようかな。さすがの君もその二人を相手にするのは厳しいだろうし。だからなんでそうなるんだって。困ったわね。このままだとすごい乱闘騒ぎになってしまいそうですね。よう、そんなにやり合いたいんなら別の方法でやればいいんじゃね。せっかくの祭りだ、遺恨を残してもつまらねえだろう。だったらスカッとする方法で決着をつけるっつのはどうだよ。スカッとする方法だ。ランディさん、どういうこと？ああ、そいつはな。なるほどね、旧市街の地形を利用したチェイスバトルか。なかなか楽しめそうじゃない。ふん、妨害あり、何でもありの。スピード、パワー、テクニック、それに駆け引き、一通りが必要になるわけですね。へー、面白そうかも。だろう？だろって。ランディ、あのな、喧嘩にならないのはいいけど、結局周りの人たちに迷惑をかけるんじゃないかしら。まあその割には皆さん見物に集まってますけど。まあいいんじゃない、なんかお祭りっぽくてさ。それで本当に君たちも参加するわけ？仕方ないだろう、ここまで関わっておいて知らん感はどうかと思うし。やれやれ、真面目だね。ランディの提案だろ。その代わり完全に試合形式にして、ルールから外れたことはしないこと、決着がついたら遺恨は残さず、それ以上は争わないこと。私たちはもちろん依存はないけど。俺もそれでいいぜ。こうなったら遊撃士も警察もまとめて相手をしてやるよ。誰が一番か証明するためにな。それじゃ正々堂々と戦いましょう。それとさっきは私の態度も悪かったかも。そのごめんなさい。は？またすげえな、相変わらず。すごいねお姉さん、このタイミングで謝ったらレースの意味がないじゃんか。でも試合形式にするって時点でなんかどうでもいいっていうか、お互い全力を尽くして楽しめればいいじゃないの。はあ、君ってこう変な女だぜ。ああ、いい、赤毛、ルールを説明しろよ。誰が赤毛だ。誰が、さっきも言ったようにレースの基本は追いかけっこだ。
ワジ&バルドの旧市街チーム、エステル&ヨシュアの遊撃士チーム、そしてロイド&俺の支援課チーム、この3チームで旧市街を3周して一番早くゴールしたチームが勝者となる。ただし各チームには毎週3カ所のチェックポイントを押さえてもらう。チェックポイントは通りの奥にある路地、衝撃を与えると転倒する装置が置かれている。こいつを3カ所ぶったたかないと一周したとは見なされないわけだ。この地形を利用することで一方的に逃げることは不可能になる。レース中は相手の妨害も可、つまりよほど先行していない限り相手から妨害を受けることになるわけだ。それを迎撃するも何とかかわすもチームごとの戦術的判断になるな。よくできたルールじゃない。ちなみにトラップとかはありなの？ありとしておこう。直接やり合うだけじゃなくて地形を生かした妨害なんかも可能になる。なるほど。ヨシア、どうしたの？いや、だいたいルールは分かりました。スタート順はどうするんですか？コイントスでいいだろう。ロイド、バルド、エステルちゃん、それぞれ1ミラ効果を出しな。ああ、ふん。それぞれ弾いて手の甲、表か裏か、揃わなかった方が一番手のスタート。なるほど。それじゃ、表。表よ。裏。俺たちが一番手か。よし、そんじゃワジにコイントスしてもらおうか。了解。ロイド、エステルちゃん、表か裏かを選んでくれ。いいよ、先に選んで。それじゃあ表で。俺は裏だ。裏。2番手はロイドたちだね。ごめんヨシア。いいよ、今回のルールだったら最初の順番は重要じゃない。それじゃあこれで一通り決まったのかしら。ああそうだな。それじゃレース前に各チーム作戦会議といこう。一度レースが始まったらタイムとかはなしだから。そうね。それじゃあバルド、仲良く打ち合わせしよっか。さて、気づいてるかもしれんがこのレース俺たちが一番不利だ。まあね、ワジとバルドのチームは旧市街を知り尽くしている。一方エステルとヨシアのチームはポテンシャルが半端なさそうだ。そういうこと。俺たちが勝つ可能性があるとすれば運と役割分担と的確な状況判断。俺は後衛に回るからお前は前衛に徹してくれ。いいけど足はランディの方が速いだろ。コンビの場合速い方がフォローに回った方が連携が取りやすい。それに防御に関して言えばお前のトンファーは相当なもんだ。迎撃するにしてもかわすにしても的確な判断ができるだろう。分かった。どっちも手強そうだけど参加するんなら勝ちに行こう。その意気だぜ。そうだな、せっかくだからコンビネーションを使ったクラフトも。いきなり大丈夫か。なーに、お互いの癖も大体分かってるだろうし、ぶっつけ本番にはなるな。それじゃあ号令は私が務めさせてもらう。最初の空砲で第一チームがスタート、5秒後の空砲で第二チームがスタート、さらに5秒後最後の空砲で第三チームがスタート。タイムのカウントは私が担当します。では我々は見物人が巻き込まれないよう。はい。舞台が整ったみたいだね。いいえ、真打ちがまだよ。グレイスさん、確かクロスベルタイムズの。やっほー、ボーイズ&ガールズ、なんだか面白そうなことをやろうとしてるみたいじゃない。お姉さんも一枚かませなさいよね。かませなさいって。ああ、何をしやがるつもりだ。答えはこれよ。レースといえばやはり実況。カメラマンも連れてきたから思いっきり盛り上げてあげるわ。
当にお祭り騒ぎになった気が。いいじゃない、喧嘩より何倍も楽しいわよ。やれやれ、せいぜい期待しときますか。そんじゃそろそろ始めよう。バルド、用意はいい？はい、いつでもいいぜ。それではカウントを始めます。ドライ、ツバイ、アイン。さあレースの開始です。第1組ワジ&バルドチーム、素晴らしいスタートを切りました。今第1チェックポイントを通過し、第2チェックポイントへ向かいました。第2組ロイド&ランディチーム、スタートしました。ランディ選手軽快な走り、ロイド選手もなかなかの速さです。今第1チェックポイントを通過。第3組エステル&ヨシアチーム、スタートです。チームワークは折り紙付き、遊撃手としての実力も A クラス。今第1チェックポイントを通過。先行チームの追撃を開始します。おっと、バルド選手いきなり大技だ。さあロイドチームどうする？判断は任せた。やるじゃない。ロイド&ランディ選手、なかなかの度胸でドラム缶を回避。ワジ選手のアタックもかわし、第2チェックポイントを通過します。どうする？仕掛けよう。行くぜロイド。いつでもいいぞ。やった！やるね。悪いな、先に行くぜ。さあ2周目です。ロイド&ランディ選手、順位を繰り上げて第1チェックポイント通過。おっと、ここでエステル&ヨシア選手がとんでもないスピードで追い上げてきた。追いつかれるな。おいロイド、せっかいか。おっと、なんだなんだこの白い煙は。ひょっとしてエステルチームが仕掛けたトラップだったのか。ごめんね。お先に。追いかけるぞ。来たわね。突破するよ。チェックポイントを抑えてとっとと追いかけるぞ。よそ見厳禁だね。死ねえ。なんとなんと、追いついたワジ&バルド選手、ロイドチームへの奇襲成功。そして第3チェックポイントを抑え、エステルチームの追撃に移ります。くそ、このままじゃ。熱くなってきたぜ。こうなりゃとことん楽しませてもらおうじゃねえか。さあエステルチーム、広場を通過して3周目に突入。このまま独走を許せば彼女たちの勝利となりますが、おっと、やはりそうは問屋が下ろさないようです。来たわね。え、なんで一人なの？まさか当たり。やるじゃない。どっちこそな。相当やるね。鬼君の方こそ。エッセル行くよ。うん、バルド追撃だ。いられるまでもね。激しいデッドヒートを始めた両チーム、もうこれでこの2チームに勝利は絞られてしまうのでしょうか。うわ、すごい、凄
まじいパワーですランディ選手。というかあの装置完全に壊れちゃってない？なんだ、ワイヤートラップ、引っかかったな。行かせるか、こら。また、もう一人は油断大敵だぜ。くらいな。ナイスランディ。あ、このままゴールするぞ。ここで他の2チームも